当期情報ル州で、マレーシアカ人協会の視点マレーシアカ人協会に限定されており、そのうち経済界及び中産階級の権益を中心に代表する。独立後、マレー系の統一マレー国民組織及びマレーシアインド人会議と連携し一貫して、連立与党の地位にあり、現在も与党連合である国民戦線における第二勢力である。 2004年の総選挙では BN を構成する各政党との小選挙区での候補者調整など緊密な選挙協力のもと14.2%の得票で31議席を獲得した。しかし2008年総選挙では与党批判の中で大幅に議席を失い15議席に留まった。もともと中国系住民の中でも左派に支持者が多かった。 マラヤ共産党に対抗するため、中国国民党の影響下で結成された権威があり、反共保守の色彩が強い。協会自体が実業に直接関与しており、代表的なものとして、マレーシア最大の英語紙、スターの発行がある。ありがとうございます。